三輪交番前から、全工事方面を望む SBC 通りは、長野県長野市の上松交差点から吉田山頂多め交差点に、至る道路の通称。上松交差点長野吉田高校東交差点が、長野市道上松吉田線に、長野吉田高校東交差点吉田山頂多め交差点が、長野県道373号北、長野停車場線に指定されている。 写真右翼の山田電機の位置に、通りの名前の由来となった s b c 旧本社があった。長野市北部における東西の幹線として、交通量は多く、また、沿道の商業集積も進んでいる。交差点部を除き全線が2車線であるが、1車線の幅は比較的広く取られていたが、この部分を活用して2011年に、 上松マツゴサロと長野吉田高校東交差点の区間で車道両側が自転車レーン化されている。SBC 通りの名称は1952年に新越放送が沿線の吉田一丁目に本社社屋を構えたことに由来する。以来この名で親しまれており、2006年に SBC が問いご所町の問いに移転した際にも名称の変更が検討されながらも故障は、 変更されていない。沿道の多くの店舗が従前より通り名を冠した SBC 通り店などと称しているほか SBC 移転後に跡地に開店した店舗でも通り名を冠している事例もある。なお、沿道店舗などによる商店会は SBC 通り美商商店会と称している。ありがとうございます。